行くよ。 こちらの番だな。 行くわよ。 なるほどね。 いざ。 殿のために。 いいぞ。サビダレ蹴り。いいね。おっしゃった。クライマックスよ。そこ。よし。私の番ね。 悪い子につける薬はないの。あいにくね。来た来た、獲物だ。踊るわよ。 いざ。 私の獲物だ。 行っといで。 私の番。 ちょっとだけよ。どうしようかしら。氷を切り裂け。眠ってなさい。いいぞキャスティ。よいしょ。行っといで。よっしゃ。オッケー。踊る。なせばなる。
のやつ。ごめんね。つまずいたって踊り続けなきゃね。ありがとう。踊りましょう。さあ、そこ。来た来た。サビダレ斬り。こちらの番だな。サビダレ斬り。私の番ね。いいわよ。私の獲物だ。サビダレ斬り。行くぞ。サビダレ斬り。さて、これでどう？立ち止まるわけにはいかない。
次の患者はと。行くよ。そこ。こちらの番だな。さみだれ斬り。さあ、行こう。マヒナ。もらった。痛っ。痛っ。痛っ。行くわよ。もう大丈夫。アンコールね。行くぞ。これでどうだ。私の獲物だ。いっといで。いただき。踊るわよ。燃えちゃって。やりくりは時が邪魔。炎よ、燃えろ。ごめんなさいね。すごい、キャスティさん。燃えちゃって。使わせてもらう。富国の誇りとともに。さあ、行こう。ドヤレレ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 。ごめんね。ここからだ。これでどうだ。さて、炎よ、燃えろ。今よ。いた。まだまだ。燃えちゃって。じゃん。オッケー、アグネア。どうせ。ほよ。いっといで。
ちらの番だな。会心の槍、世辞はいい、剣が錆びる。行くぞ。これで終わりだ。私の番ね。氷よ、切り裂け。ごめんなさいね。いざ、殿のために。さみだれ斬り、よし。さあ、クライマックスよ。そこ、さて、氷よ、切り裂け。それでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくね。大事に。これでどうだ。頼もう。大事にするね。これでどうだ。大事にするね。頼もう。大事にするね。大事にする。来た来た、獲物だ。さあ行こう。
私の獲物だ。サビダレ切り。ガオのも。これでどうだ。これでどうだ。大事にする。これでどうだ。大事にするね。相手になろう。来た来た。いっといで。踊るわよ。ちょっとだけよ。行くわよ。斧の一戦、今よ。キャスティ、任された。ごめん。ここからだ。サミダレフィギュア。祖国の誇りとともに。こちらの番だな。使わせてもらう。私の番ね。炎よ、燃えろ。ごめんなさいね。いいぞ、ジャスティ。いっといで。まだだ。これでどうだ。どうしようかしら。もう大丈夫。キャスティさん、ありがとう。乗ってよ。
これでよし。ありがとう。行くよ。出せばなる。そこ。よし。ここからだ。サミダレジン。まだまだだな。
口を塞がないでください。行くよ。遅いね。ブルーン。私の獲物だ。よっしゃ。行きますか。私の番ね。炎よ、燃えろ。眠ってなさい。立ち止まるわけにはいかない。無茶しちゃダメよ。来た来た。会心の槍。さて、炎よ、燃えろ。これでよし。ごめんなさいね。遊ぼう。いいでしょう。聖火の光よ、輝きたまえ。やれやれ、大人げなかったですね。お手柔らかに。私の獲物だ。ドリャ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 ー。掃除する。私の番ね。イカズチよ、貫け。眠ってなさい。ブラボー。聖火の光よ、輝きたまえ。聖火の加護があらんことを、なんてね。イカズチよ、貫け。こっちこっち。出番か。やった。行くよ。ほよ。私の獲物だ。やれやれ、聖火の光よ、輝きたまえ。やれやれ、大人げなかったですね。
修行を始めましょう。行くよ。避けてみな。ほよ。どやれれれれ。私の番ね。イカズチよ、貫け。これでよし。ブラボー、キャスティ。聖火の光よ、輝きたまえ。戦いは本業じゃないんですが。次の患者はと。出番か。避けてみな。どうしようかしら。イカズチよ、貫け。眠ってなさい。いいぞ、キャスティ。おお、飯にしよう、飯。ここで読む。行くわよ。イカズチよ、貫け。行くよ。よけてみな。弱いね。じゃ、行くよ。オッケー、ソロで。ドヤレレレレ。行きますか。聖火の光よ、輝きたまえ。私の獲物だ。いただき。いいでしょう。聖火の光よ、輝きたまえ。やれやれ、大人げなかったですね。
やるじゃん、オシュット。よけてみな。さて、イカズチよ、貫け。これでよし。ブラボー。聖火の光よ、輝きたまえ。行くよ。よせて。ドラレレレレ。よっしゃ。オッケー。はあ、腹減った。いただく。いただくよ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 。塞がないでください。行くわよ。掃除するか。
そこ暗いな。さあ行こう。えいえい行きますか。聖火の光を輝きたまえ。さて行く。イカズチよ貫け。眠ってなさい。やれやれ、聖なる光よ。出番か。弱いんだね。オッケー、揃うね。サビダレ切りガオよ。私の獲物だ。いっぱいで。いただき。さて。頼もしいわ。氷よ切り裂け。これでよし。悪い子につける薬はない。あいにくね。来た来た、獲物だ。来た来た。出番か。やっ、暗いな。どうしようかしら。炎よ燃えろ。眠ってなさい。行きな、聖なる光よ。こんなもの聖火の加護があらんことをなんてね。遅いね。さて、炎よ燃えろ。さてと、聖火の光よ輝きたまえ。ほよ、さびられ切り。よっしゃいいでしょう。聖火の光よ輝きたまえ。行くよ。私、斧一閃。これでよし。立ち止まるわけにはいかない。
落日の遺跡に真実がある。神学者ルーチーの手記にあった言葉だ。彼は炎を守りし一族を研究し、一族の末裔バドスに殺された。バドスの過去に何があったか、事件の真相を暴くには炎を守りし一族を調べるほかない。そう考え、私はこの町に赴いた。失礼、旅の者ですが。ん？なんだい？落日の遺跡をご存じないでしょうか？知らねえ、そんなものは。そうですか、失礼しました。誰もそんなものは知らねえ。され。遺跡の名を出したとき表情が引きつった。私の顔に何かついていますか？失礼、私はある遺跡を探していまして。そんなものは知らん。あんた何者じゃ？聖火教会の神官です。東大陸のフレイムチャーチから来ました。三日月の首飾り。この町に炎はいらん。去りなされ。やはり歓迎されてないな。この町の人間は遺跡について口を閉ざし、聖火教会の者を拒もうとしている。なぜだ。やれやれ、慎重にことを進めなければ。ひとまず宿を取るか。炎じゃ。炎じゃ。異なる炎の信徒が踏み入った。お告げの通りじゃ。炎は災いじゃ。遺跡に近づけてはならん。この地より消し去らねば。主の命に従って。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。テメノス、僕だ。何事だロイ。こんな夜更けに不況ではなさそうだが。テメノス、僕はもう教会を信じられない。教皇の他に信頼できるのは君だけ。教皇に拾われた中だ。君には打ち明けておきたい。この弓は骨血球。教皇と共に教会内部を調査し、手に入れたものだ。こいつは、この世にあってはならない。壊そうとしたが、できなかった。どうしても。ロイ、落ち着きなさい。僕はこの弓を隠しに行く。もし帰らなければ、君が後を頼む。
虚構を頼って。テメノス、教会は何かを隠している。とてつもない何かを。ロイ、またあの夢か。ロイ、君は帰らなかった。君が言った教会が隠していることとは、教皇は教えてくれなかった。私を危険から遠ざけて。調査を再開するか。もしや聖火教会の方では？やっぱりそうだわ。そのマント、気がして見たもの。私はリエザ、旅人ですの。町外れへ行きたいのだけど、近頃賊が出るらしくて。ええ、それは物騒ですね。一人では心細いわ。エスコートしていただけませんこと。神官様がいてくださればきっと安心だわ。聖火は何者も等しく照らします。いいですよ、導いて差し上げましょう。まあ頼もしいわ。迷える羊よ。ここでやん。掃除するか。遅いね。ブルーン。さて、ふっ。はっ。はい。さてと。聖火の光よ、輝きたまえ。出番か。そこ。暗いな。行くわよ。
炎よ、燃えろ。眠ってなさい。私の獲物だ。最大切り。オッケー。はあ、腹減った。僕は楽に。私の番ね。炎よ、燃えろ。おや、行くよ。よせてみな。さあ、行くよ。おしまい。寝るんだ。はい、おしまい。無茶しちゃダメよ。ないわ。さて、遅いね。私の獲物だ。ふん、やるじゃない。はっきゃ。悪い子につける薬はないの。あいにくね。ここまで来れば安心よ。ありがとう、神官様。とっても頼もしかったわ。身に余るお言葉です。よく見れば可愛いお顔よね、神官様。あなたのたくましい杖も見てみたいわ。ねえ、お疲れになったでしょ。杖を鞘に収めないと。結構です。そもそも杖は鞘に収めるものではありませんよ。旅人というのは嘘ですね。あなたは町の人だ、リエザさん。何？その三日月の首飾りが見えました。町のほとんどの人が同じものを身につけているようですね。わざわざ嘘をついたのは別の用があるからでは？侮れないね、あんた。なぜ私を狙った？私たちは月影教、主の命に従っただけよ。罪なき旅人を襲わせるとは立派な神もいたものです。落日の遺跡、あなたたちがどうしても隠したい場所のようですね。ですが、あなたの探検には迷いが見えました。リエザさんにとってこの行いは本意ではないのでは？神官様は何でもお見通しなのね。これはきっとお導きかしら。案内するわ。ついてきて。
こっちよ。ここが落日の遺跡。本当の名は軽遺跡というの。炎をお守りし一族、カル族が築いた場所だった。カル族。私は同志を裏切った。でも後悔してないわ。神官様と出会ったのは主の導き。私にお与えになったのよ、罪滅ぼしの機会を。罪滅ぼし。あなたの探し物はきっとここにあるわ。さあ行って。感謝します、リエザさん。ありがとう。壁画、かなり古いな。これは確か建築士バドスの入れ墨と同じ文様だ。炎を守りし一族、カル族のものに間違いない。まさか青い炎、これは聖火なのか。いや、そんなはずは。掃除するか。避けて。ほよ。マヒナ。もらった。いいでしょう。聖火の光よ、輝きたまえ。どうしようかしら。炎よ、燃えろ。これでよし。さて、氷よ、切り裂け。行きますか。マジックスティールロッド。遊びは終わりだよ。バラさせてもらう。ゴミは片付けなきゃね。道を塞がないでください。やれやれ。聖火の光よ、輝きたまえ。行くよ。
バラさせてもらうよ。私の番ね。王の一戦、今よ。来た来た。どっせやるじゃん、オーシュット。悪いから本気出すから。バラさせてもらうよ。どうしようかしら。ふっきゃあ、突撃だ。眠ってなさい。ごめんなさいね。これは手記か。バドスは信頼できる。彼は最後の同胞であり我がしもべだ。一連の事件の犯人、建築士バドスの名が。何か手がかりがあるかもしれない。手記の主はカル族のようだ。彼らに月影教は何をしたというんだ。これは人骨。どれも打撃痕がありひどく変形している。それに周囲の黒いシミ、おそらく血痕か。むごいな。この人骨たちは奥に行くほど数を増している。行ってみよう。バラさせてもらうよ。さあ行こう。マヒナ、ごめんね。さてと。おの一戦、行くわよ。遊びは終わりだよ。遅いね。寝るんだ。行きますか。毒撃弾。終わりだ。戦いは本業じゃないんですね。道を塞がないでください。行くよ。
遅いね。さてと、この一戦。さて、この一戦、これでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくね。見えてきた。ここで起きたことが。真実は炎の中に。数十年前、この遺跡でカル族は虐殺された。月影教の先導者なる者によって。ここに何かがある。三日月の首飾り、カル族のものではない。これはおそらく彼らを襲った者たちが落としたものだ。この壁画は？カル族はまるでこの壁画を守るように倒れている。この壁画は彼らにとってどんな意味が？壁画には文字も書かれているな。かつてこの地に招かれざる者が訪れた。大魔術師ダーケスト、彼は夜を招いた。夜は魔物を連れ、魔物は人々を喰らった。絶望の中、ただ一人立ち向かう者がいた。その名はカル。清き心で青き炎を灯し、彼の地に夜明けをもたらした。夜の力は七種の里に眠る。黒の儀式によって呼び起こされるだろう。何者も近づいてはならない。二度と夜を招いてはならない。青き炎を守るために。我らは英雄の意志を継ぐ。青き炎をお守りし、カル族なり。彼らはこの地の青い炎を守っていた。夜なるものから。手記に綴られていた掟とは、カル族に伝わる禁忌。夜を呼ぶという儀式のことか。儀式とは？手記に手がかりはないか。この言葉は。
教皇殺害から始まった連続殺人は、夜の書のページとやらを集めるのが目的だった。だとすれば、この手記の主が事件の黒幕だ。そいつがバドスを操り、ページを持つ者たちを殺させた。どうやら真相に近づいてきましたね。あなたたちは罪深い。昔、町で火事が起きて、多くの人が焼け死んだ。その時、主がおっしゃったの。炎を祀る一族の仕業だと。炎は災いを呼ぶ。それが、月影教の教え。みんなは、主を信じた。ただ、信じたのよ。そして町中の人間でカル族を虐殺したですね。本当は分かってた。私たちは間違ってたって。だけどみんなで口をつぐみ隠してきた。ごめんなさい、ごめんなさい。あなたの主とは何者だ。虐殺を先導した月影教の先導者とは。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。やがて夜迫る。何？あの方はそう教えてくださった。やがて夜迫るは月影教の教えだと。ええ、だけど信じたのが間違いだった。どうか神の裁きを。罪をあがないたいのなら自分でなさい。やがて夜迫る。教皇が残した言葉はカル族ではなく月影教のものだった。そしておそらく夜の書の失われたページに記された一節でもある。月影教と夜の書は深い関わりがありそうだ。教皇はこのつながりを伝えたかったのだろうか。一連の殺人の裏に大きな影が潜んでいるらしい。あの手記の主を突き止めなければ。その答えをおそらく建築士バドスが知っている。やはり審問する必要があるな。ストームヘイル、彼が拘留される聖堂機関本部へ向かわなければ。真実を明かすために。
掃除するか。よけてみな。行くわよ。イカズチよ、貫け。ごめんなさいね。およ。どやれれれれ。よっしゃ。来た来た。どやれれれれ。オッケー。飯にしよう、飯。貼らせてもらうよ。どうしようかしら。イカズチよ、貫け。さて、避けてるよ。弱いね。じゃ、行くよ。オッケー、揃うね。どやれれれれ。ブラボー、オーシ。聖火の光よ、輝きたまえ。聖火の加護があらんことを。なんでね。雷鎚よ、貫け。掃除するか。行きますか、うん、聖なる光よ。私、これでどう？ごめんなさいね。私の獲物だ。いっといで。どうしようかしら。イカズチよ、貫け。遅いね。緩いね。さてと。
聖なる光よ。こんなもんです。戦いは本業じゃないんですが。私の番ね。はっやー行きますか、聖火の光を輝きたまえ。出番。ライフスティールだが欲しいなら取ってみよう。Yeah.
これでどうだ。勝負だ。いざ。いざ。これでどうだ。ここからだ。使わせてもらう。こちらの番だな。これで終わりだ。勝負だ。いざ。ここからだ。これで終わりだ。いざ。これで終わりだ。行くぞ。ごめん。いざ、殿のために。会心の槍。まだだ。行くぞ。使うぞ。こちらの番だな。開始の太刀。返すぞ。いざ。使うぞ。返すぞ。こちらの番だな。これで終わりだ。いざ。
うぞ。帰るぞ。行くぞ。返しの太刀。こちらの番だな。使うぞ。返すぞ。返すぞ。返すぞ。いざ。使うぞ。返すぞ。返すぞ。返すぞ。ここからだ。使うぞ。行くぞ。殿のために返しの太刀。返すぞ。返すぞ。こちらの番だな。使うぞ。いざ。使うぞ。返す。行くぞ。これで終わりだ。いざ。返しの太刀。返すぞ。ここからだ。使うぞ。こちらの番だな。使うぞ。返す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 ぞ。行くぞ。これで終わりだ。ここからだ。返しの太刀。返すぞ。行くぞ。返しの太刀。返すぞ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 。使うぞ。いざ。返しの太刀。返すぞ。返すぞ。返すぞ。
返すよ。まだだ。会心の槍、今だ。使うぞ。行くぞ。使うぞ。ここからだ。炎のために開始の太刀。返すぞ。行くぞ。これで終わりだ。いざ。使うぞ。返すぞ。こちらの番だな。使うぞ。ここからだ。廃止の太刀。返す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 。いざ。使うぞ。返すぞ。返すぞ。返すぞ。まだだ。使うぞ。こちらの番だな。これで終わりだ。いざ。炎のために。違う。砂漠。変化。世辞はいい。剣が錆びる。まだまだだな。いい技だ。大事にするね。
し通る。来た来た。マヒナ。行くよ。アグネア、任されたぞ。これでどうだ。よし。まだまだだな。次の患者は私の番。そこ。私の獲物だ。はっ、よっしゃ。ホーシット、任せろ。会心の槍、立派ね、ヒカリ君。突撃だ。眠ってなさい。立ち止まるわけにはいかない。恨みっこなしね。オッケー。はあ、腹減った。押し通る。私の獲物だ。えいえい。行くわよ。なるほどね。踊るわよ。そこ。よーし。ありがとう。私の番ね。氷よ、切り裂け。およ。どやれれれれ。よっしゃ。
オここからだ。あ、撃ち抜く。よし、次。いいぞ、ヒカリン。ドリャ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 ー。オッケー。はあ、腹減った。踊りましょう。私の獲物だ。マヒナ、ごめんね。行くよ。そこ、ごめんね。行くわよ。なるほどね。こちら。ああ、サンダレギリ。富国の誇りとともに。無茶しちゃダメよ。ほよ。私の番ね。なるほどね。来た来た。マヒナ、もらった。私の番。ここからだ。撃ち抜く。今だ。ほよ。マヒナ、踊るわよ。ごめんね。いざ。使わせてもらう。さて、これでどう？どうしようかしら。これでどう？さあ、行こう。ガオー！ガオー！へへ。
グネア、行きます。ほよ、マヒナ、ごめんね。さあ、ごめんね。行くぞ。これでどうだ。私のバット、炎よ燃えろ。来た来た、マヒナ、どうしようかしら。イカズチよ、貫け、今よ。すごい、キャスティさん、ごめんね。いけ、こちらの番だな。使わせてもらう。ごめんね、アグネアちゃん、もう大丈夫。アンコールね。ほよ、いっといで。いざ。さみだれ切り。まだまだだな。私の番ね。イカズチよ、貫け。さあ、行こう。マヒナ、もらった。ここからだ。これでどうだ。よし、世辞はいい、剣が錆びる。私の番。そこ、いた、私の獲物だ。
戦ここね。こちらの番だな。ごめんね。ほよ。いっといで。今だ。いざ。使わせてもらう。私の番ね。王の一戦。ごめんなさいね。ここからだ。獲物のために。撃ち抜く。私よいしょ。かかってこい。どうしようかしら。イカズチよ、貫け。いくよ。ごめんね。来た来た。どりゃ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 。よっしゃ。こちらの番だな。とどめだ。踊るわ。ごめんね。ここからだ。いやごめん。ほよ。いっといで。さて、これでどう？これでよ。ごめんなさいね。さ、踊りましょう。こちらの番だな。これでどうだ？こっち。さあ、行こう。どやれれれりゃ。さあ、つむじ風吹け。聞いた。どうしようかしら。王の一戦。
いざ。使わせてもらう。よし。次。富国の誇りとともに。こちらの番だな。撃ち抜く。よし。私の番ね。いや、突撃弾。眠ってなさい。立ち止まるわけにはいかない。押し通る。いざ。これでどうだ。行くわよ。イカズチよ、貫け。これでよし。さあ、行こう。ドヤレレレリャー。オッケー、いいね。よーい。あげるね。ありがたい。行くぞ。殿のために。撃ち抜く。次。まだまだだな。私の番。あげるね。ありがとう、アグネア。
ここからだ。使わせてもらう。さて、イカズチよ、貫け。眠ってなさい。悪い子につける薬はないの。あいにくね。大事にするね。大事にするね。大事にする。大事にするね。
大事にするね。大事にするね。大事にするね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。いいお話。ありがとう。いいお話。いいお話。ありがとう。いいお話。大事にするね。
いいお話。いいお話ね。いいお話。いいお話。ありがとう。いいお話。ここか。武器が取引されるという町は。雲の流れが速い。いつかの日と同じ空だ。戦続きだな。兵隊は辛いぜ。金はいいが命には代えられん。辛抱しろ。九国はいずれ大きくなる。城の兵隊様、油を買っていただけませんか。直にせがねが城にお仕えします。おびきも送りたいんでさ。下人めが近寄るな。その不臭、鼻が曲がる。え、それは失礼を。おい、いいのか。構いやしねえ。どうせちっぽけな命だ。小梅を潰すのと変わらねえさ。九国は大きくなるんだからな。兄さん、どうして、どうして父さんは死んじゃったの。何が九国だ。王様は国を広げるだけ。俺たち下人は虫けら扱いだ。親父は殺されたんだ。クソにたかるハエのようにな。
光王子か。休眠のために祈る王子がいるなんてな。罪人は見つけ出し必ず罰する。そいつが死んでも不平等なのは変わらねえ。下民でいる限り惨めな暮らしをするしかないだろう、王子殿。光でいい。そなた名は何という？リツ・ミシュよ。覚えとけ。俺は上へ行くぜ。ああ、忘れない。ミカ、もう泣くな。見てやがれ光。俺は成り上がる。親父に見えるくらい高く、あの空まで。さて、取引の詳細を確かめねば。火山の知る商人東とやらを探すか。頼もう。毎度、いただくもんはいただかないとね。しかし、あんた見どころありそうだ。あの火山が組むなんて。わしの目は人と酒を見極めるとか言ってたからね。富国との取引の噂は知ってるよ。ウェルグローブの奥地で密かに行われるって話だ。富国としては国の戦力を左右する大事な取引だ。警備も厚いだろう。用心していくことだね。助かった、礼を言う。これは戦局を左右する重要な任務だ。その護衛は大役だぞ、リツ・ミシオ兵隊長。光栄に存じます、将軍殿。聞けば下民の出らしいな。よく上り詰めたものだ。
無事に武器を持ち帰れば陛下はさらに認めてくださる。は、全力でお守りします。無茶しちゃダメよ。私の獲物だ。マヒナ、ごめんね。行くわよ。炎よ、燃えろ。行くわよ。すごい、キャスティさん。燃えちゃって。いざ。これでどうだ。さあ行こう。サビダレキリン。おしと任せろ。サビダレキリン、私の番。なせばなる。幸運の矢。よし、私の番ね。突撃だ。これでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくね。ここからだ。使わせてもらう。来た来た。サビダレギリ。行くよ。行くわよ。イカズチよ、貫け。眠ってなさい。よく見て。私の獲物だ。ドリャレレレレレ。オッケー。つむじ風、受け、いけ。いざ。これでどうだ。どうしようかしら。ふきゃあ、いかづちよ、貫け。これでよし。立ち止まるわけにはいかない。行きます。ここからだ。サビダレギリ。さあ行こう。どっせい。私の番。えい、すごいわ。炎よ、燃えろ。眠ってなさい。来た来た。サビダレギリ。
にしよう。飯さあ、行こう。私の番ね。炎よ、燃えろ。これでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくね。無茶しちゃダメよ。踊るわよ。おりゃあ、行くぞ。隙あり。よし、世辞はいい。剣が錆びる。四国将軍老と申す。王の使いとして取引に参った。言葉はいらん。出すものを出せ。確かに拍子抜けだな。場所へ荷を運ぶか。光王子、その武器持ち帰らせません。俺は九国を変えるためそなたらと違う道を歩んだ。できるなら戦いたくはない。引いてくれ。光、反逆罪に問われていますぞ王子。その首を取れば陛下が褒美を下さる。この道を遮るなら切る。治療を始めましょう。私の獲物だ。マヒナ、もらった。サン・ループだ。そこ、ここからだ。使わせてもらう。さて、王の一戦。こっちこっち。行くわよ。王の一戦。ごめんなさいね。行くよ。よっ。ほよ。いざ、殿のために。さみだれずに。来た来た。
主王女ガオく、強い。寝ていろ。そなたらでは相手にならん。光、律、殿下、生きておられたか。その2、置いてさっさと去れ。わざわざ邪魔しに来やがったのか。ちょうどいい、借りを返せるぜ。律、もう容赦はしないぞ。俺は新たな王となり、クコクを血の流れぬ国へ導く。大層な志だが、その剣は何だ。その剣は血を流さねえってのか、光。クケは長年戦を繰り返し、無数の犠牲を生んできた。無限が王である限り、それはこの先も変わらん。だが、この剣で断ち切る。道を誤りましたな、殿下。無限様に従うべきだった。老将軍、そなたは父の腹心だったな。剣を収めてくれぬか。そなたとは戦いたくない。私が忠誠を誓うのは九国、王が変われば従うまで。この任務は新たな王の厳命、引くわけにはいきませぬ。引かせたくば力ずくで参られよ。もっとも、不国のアラウスと呼ばれた我が双剣、容易に俺はしませぬぞ。かつて父を支えたその剣と剣を交えることになろうとは、やむを得まい。ならばこちらも剣を抜くまで。勝負だ。
楽しそうじゃねえか、光。くっ、光様、覚悟。九国が将軍、荒牛の牢、いざ参る。行くぞ。返しの太刀。返すぞ。返すぞ。こちらの番だな。これでどうだ。いざ。廃止の太刀。返すぞ。返すぞ。返すぞ。行くぞ。会心の槍。いざ会心の太刀。こちらの番だな。会心の太刀。いざ会心の太刀。返すぞ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 。光、素直になれよ。やりたいんだろ。あのクソの血をまき散らしたいんだろ。俺が低下してやるよ。このこちらの番だな。もののために熱弾。さあ、光、最後だ。真っ赤なやつを派手にぶちまけようぜ。にゃあはこの猫かぶりが。だが、それもいつまで続くかな。貴様は消えろ。光様、影が迫っているな。覚悟されよ。いずれその力に飲まれますぞ。将軍殿。引くぞ、立兵隊長。しかし王になんざなれねえぜ。俺に撃たれるからな。九国で待つ。リツ、俺はどうしてしまったのだ。
もうあれを御せないというのか。このままでは俺はまた友を傷つけてしまう。将軍殿、なぜ私を止められたのですか。貴様は知らぬのだ、クケの呪われた血を。かつての戦で私は見た。先代が荒れとなり、七から九国を勝利へ導いたのだ。敵の軍勢を皆殺しにしてな。あの力、逃げおおせただけ幸運と思え。血とか生まれとか、なも知るか。だが陛下の命を仕損じた。罰は受けねばな。将軍殿、陛下が手を下すまでもね、あんたごときに。貴様、何を。しくじったのはあんただ。俺までおめえはかぶりたくない。だからこうさせてもらうぜ。待て。その間抜け面で陛下に詫びろよ、将軍殿。ひとまず目的は達した。さてこの大量の武器だが。光殿、ことがうまく運んだなら、私がいる竜の宿場に武器をかっぱらってきてほしい。敵の爪をそぎ自らの爪とする、これぞ強きわしよ。火山のやつめ、無理を言いおって。火山様。おお、光殿、うまく武器を奪えたようだな。やれやれ、これでは賊と変わらん。そちらの準備とやらは順調か、火山。何をにやけている。かつてない強敵との戦だ。軍師の血がたぎるのよ。心強いな。飲もう、今宵は共に。だから早い、戦の前に祝杯をあげるな。おっと、お次は雷鳴殿の説得だったな。先代ジゴ様の命により、メイケは東大陸の拠点を任され、ストームヘイルという北の雪深い地に城を構えたらしい。分かった、そこへ向かおう。無事を祈るぞ、光殿。そなたもな。次に会うのは戦場だ。
許すまじ、苦国の暴君め。我が国との敵ちぎりを保護にしよったな。少子、ちぎりなど破るためにある。いかに破るか、それが肝よ。あっけない戦でしたな、陛下。鎖国は我が国の拠点に、生き残りは兵ともなりましょう。さの者は一人たりとて生かすな。しかし数千はおります。中には赤子も。憎しみは力となりうる。目は摘んでおけ。二度言わすでないぞ、アゲハ。御意。リツ・ミシュ、ただいま馳せ参じました。老将軍はどうした？指揮を任せたはずだが。あの者は裏切りました。光王子と通じていたのです。取引を王子へ密告され、武器は全て奪われました。私ができたのは将軍の首を持ち帰るのみ。ほう、貴様が討ち取ったと。この手で裏切り者の息の根を止めましてございます。褒めて使わす、リツ・ミシュよ。しかしあの軟弱、やはり生きていたか。国の奪還を狙い戦力を集めているようです。何をしようと、所詮は軟弱よ。下がれ。陛下、あの者の話を信じるのですか？奴の口など取るに足らん。しかし肝が気に入った。将軍の命まで利用するとは。リツ・ミシュよか、重用してやろう。変革の時は近い。時期に世は戦の豪華に包まれる。さあ、行こう。
踊るわよ。おりゃありがとう。